はい、花と緑の学習園で見つけてね、明石でね、花が咲いてるのかな、見に来たらちょっと花が咲いてるみたいですね。向こうの方に何か事務所があるみたい、なんかあるみたいか、ちょっと行ってみましょうかね。チューリップとかアゲハチョウが飛んでるね、蜜吸いに来てますわね。はい、こういう三桜みたいになっとって、これ桜も咲くみたいですね。また来年またね、寄る機会があればちょっと見に来てもいいですね。桜の散策道、こっちがゲートボールしてあるね。はい、では進んでいきます。なんかこんな橋みたいなの渡っていかなくてね。はい、はい、やっと着きました。花と緑の学習園、ちょっと憩いの場かね。いろんな花が咲いてます。チューリップがね、すごいチューリップね、赤いチューリップ。みんな昼休みやからこの公園の周りを歩いてはるわ。ボタンやね、ボタン咲いてました。何でも咲いとるわ。チューリップもよく咲いとるし、まああんまり学習をするつもりはないからね。うわ、綺麗わ。このちっちゃいの何これ、ゴマの金魚草か。金魚草ってこんな可愛かったっけな。ねえ、ちょっとこれ、すごいね。ハチさんもよく飛んできとんね。頑張って受粉してくれとんやね。まあ芝生はあるけど、犬の糞はなんたらやったか、犬も来てへんから。今日は休館日かな、もしかして第3火曜日かな。まあ別に、あ、今日は休館やね。学習する気はないから。なんかどんな感じやんだ。まあ学習施設やろな。ね。なんか遠慮なくご来園。赤ちゃんの駅やって。赤ちゃんも来れるの？休館日はね、ご注意してくださいね。外の花見せてもらうだけで俺いいからさ。よし。すごいすごい。ね。こんだけいろんな花植えられてんやから。花の名前覚えるのにね。ハイビャクシンやって、これか。クリスマスローズもあるな。しかし今日はまあ、あ、藤の花が綺麗ね、これ。藤の花がちょうど見頃ですね。はい、藤の花撮っていきましょうね。だいぶ見た、これだけでもだいぶ見た気がした。外回り、これずっと回れねえな、これすごいな。ミニファーコーナー。ブラシの木ね、こんな緑のトンネルくぐって、これ裏からこれが見本園になってるな。これもしか、ここね、何点なんは駐車場がないんやね。なんか見当たらへんねんね、ここ。だから、有料のコインパークに止めるぐらいしかしょうがないと思うよな。緑の相談所に。
どものはそういうのはあるからええとこなんやけどね、ここ。あとで向こう回りますけどね。これはなんかこう、オリーブの木。ねえ。どうだねえな。まあ、こっちから行こうか。よいしょ。竹やね。竹コーナーです。この前どっかで竹の花一斉に咲いたらしいな。一斉に咲いたら枯れてしまうと。ヤブチブキ。なんか知らんけどくつろいであるね、みんな。やっぱりここがええと知ってはる人はみんなここに来て昼とかくつろいでね。はい、シャク投げです。ティーンコーナー今日ね。はあ、そのまま癒されるわな、ここに来たら。シャク薬はまだ咲いてない。ボタンか。だから尺薬いうたらボタンかやね。尺投げたら何かな、ツツジかなのかな、ちょっと分からへんけどね。よう似たような名前が多いから分からへんね。梅もどきって何、梅かい。梅のようで梅でない。クリスマスのチューリップ。さっきからこの金魚草とチューリップは可愛いね。これなんやろ。山野草コーナー。クリーンソーでこれか。咲いてないな。ウマムシ草とかね。春蘭。この辺は山野草でももうちょっと後で。そうですよね。植物の勉強ねえな、ここ。名前がさ、俺らのほとんど知らんから。まあ、桜やら菊やったら分かるけど。ハーブコーナー、OK。何？ストロベリーやだよね。ヘビイチゴやってね。なるほど。この辺もチューリップ綺麗な。あ、富士も咲いてるの、ちっちゃい富士咲いてるわ。せっちゃペラ行かないのか。なんか迷子になれそう。ノーロ回ってたら。パンチのね。イチゴなっとる。取られへんようにしてる。息があって、富士があって、なんかお酢だけの桜みたいなのが咲いとって。ほんで、鳩がおると。そういう感じで。あのでかい花の野郎、あれだけ見て帰ろう。この辺は綺麗ね、これ。なんか綺麗ね。みんなくつろいであるわ。ねえ。これね、スベルみたいなやつ。さっきのあの富士みたいなやつはあれか。これ何やろな、桜じゃないし。え、花すおうやって。変わってんなこれ。池もあってきれいわ。もう後ろちょもとんどんこんな証のね、真ん中辺っていうか人が多いとこでも超がよけたとる。やっぱり動物園を知っとんな。うわ、すごい桜。これもうシャクナギやな、完全に。これやっぱりシャクナギや。ツツジとかやな、やっぱりな。あれは、シャクヤクはあれや、ボタンかやとか言っとったな。似てるようで似てない。何これ、桜か。何やろ、
八重桜か、なんやろ、ムクゲイって書いてあるで、これはちゃうか、これはなんやろな、桜やろな、やっぱり、多分。よし、まあ、そんな感じやね。ちょっと一周回るだけでもだいぶ手ね、癒されます。ちょっと子供の遊び場の方に行ってますね。